阿波踊りもうやんないの？そう。どうなんですかね。2回もやってないの、ね、今年もやんなそうじゃないの？あ、そうなんですね。あ、井上さん地元なんですよね。はい。あんまりそういう情報ないんですか？いや、あんまり興味ないから。え、それはでも引き、阿波踊りを引き込んだのがあるでしょ、猪子さんと翔平さんを、はい、あの街中がトランス状態になって、いや面白いから、うん、そのお祭り自体は、うん、あんなのが、まあ、だから近代以前の名残みたいなのが残ってるのが、うん、やっぱ面白いじゃないですか、うんうん、世界から見ても面白いと思うんですよ、ああいうものが残ってるっていうのが、うん、自分が生まれた頃には ある程度、鑑賞型に変わってたんですよ。あ、阿波踊り、要は戦後のなんか近代化っていうか、あ、まあ、利権と絡んで鑑賞型に変わってたのを、まあ、自分たちの連だけ体験型に戻したっていう、うん、その東大ですね、東大チームでっていうのを体験型のものに変えて、うん、県外から来た人がちゃんと体験できるっていう、うん、まあ、プラットフォームにしたんです、ね、うん、結構だからあれよ、ちゃんともうなんか見てる人たちももう踊るのはプロじゃなきゃダメだぐらいな感じになってるもんね、はい、1年間練習をしてきてやらないとダメだみたいな、はい、例えばさ、まあ、なんかみんなすぐそういう風になっちゃうじゃん。うちのトライアスロンチーム一緒にやってんの、はい、でうちのトライアスロンチームってもともと要は全国とか全世界の街でトライアスロン大会にみんなで出てね、美味しいご飯食べて、はい、終わった後レース終わった後飲もうねみたいな会なのに、はいはい、すぐなんかタイムを追い始める人とか出てきちゃって、はい、3時間切らなきゃみたいな、はい、みたいな、はい、すぐ、はい、スイムのなんかタイム30分切らなきゃとか、はい、なんかそういう風になっちゃう人がすぐ出てくるの、はいはい、俺らがこう、いやいやいや、そんなんじゃないから、うちはって、はい、競技やってるわけじゃないんだから、はい、楽しんでやってんだから、はい、完走すりゃいいじゃんそれで、はい、っていう。だってどうせあなたアスリートじゃないんだからさ、はい、そんな早く走れるわけじゃないんだから、はい、いくら頑張ったって大したことないんだから、はい、頑張ったってしょうがないよそんなにっていう、そうじゃないところで楽しもうよみたいな、もともと楽しむためにやってんじゃないの、真面目に毎日何かを練習してみたいなのが大事みたいな、うん、まあ基本的にすぐね、人はね、あの排他的になるんですよね、うん、何か、うん、そのルールを増やしていって排他していくっていう、うん、ほっとくと、うん、だからそれは結構何か強い意志によってその排他性を排除しないと基本的には排他的になるんですよね。うん、あ、だからもうその村社会みたいになっちゃうから、そう、でルールがどんどん増えていくじゃん。ルールってのは基本的に増える方向にしかいかないから、うん、ルールのリストラってすげえ難しいんですよ、はい、だって法律って減らさないじゃん、はい、1回出たできた法律って減らないじゃん、はい、だから俺基本的になんかデジタル庁とか作るのもあんまり好きじゃないんで、あ、デジタル庁とか猪子さんにやってほしいですね。やないよ。ルールって、ルールを作るって、うん、はい、最もなんていうの、知性の低い行為、お、本来はルールを作らずにうまくやるっていうのが知的な、あるもう、一番知的な形態っていうのはルールがない世界だから、ルールがない世界でもちゃんとみんながやっていける世界っていうのが、ルールってアホがやる行為なんですよ。いや、例えばさ、うん、例えばすごい分かりやすいこと言うと、その、ゴミを捨てるな、うんうん、で捨てたら罰金、それでも捨てるやつがいる、じゃあ捨てたやつを捕まえるやつを配置するみたいな、今の日本じゃないですか。なんかポイ捨てするな、ポイ捨てしたら罰金、さらにポイ捨てするのを見つける監視員を街に配置していくみたいな、基本的にめちゃくちゃ頭が悪い行為、つまりシンプルな論理構造で決定してるよね、物事。論理的っていうのはアホな行為なんですよ。論理的はアホな行為、論理的ってめちゃくちゃ頭が悪い人がやる行為、へ、うん、で例えばそのすごい分かりやすい例で言うと、そのまあ、すごいシンプルな真逆で言うと、じゃあ、例えばシンガポールだったら街中に全部灰皿を置きましょう、うん、もう10メートル置きに灰皿を置きましょうみたいな、うんうん、まあ捨てるよね、そうすると普通に、うん、そこにちゃんとルールを作んなくても、そうあ、なるほどな、すごいなそれ論理的がアホってなかなかですね。まあ、論理的に物事を捉えるっていうのは、なんていうの、うん、まあでもいい意味もあってアホでもできるんですよ、うん、だからまあ
基礎教育としてはいいんでしょうね。うん、そのアホでもできる行為なんで。うん、